どうもひーくんです。本日もひーくんチャル見ていきたいと思います。本日なんですけども、私今の佐賀のサービスエリアに来ておりまして、これからチームのメンバーと一緒にスキースノボー旅行に行ってきまーす。ということでですね、まあまだ5時間ぐらい長野の信州の方ですね、滋賀ハイランドホテルに向かって、そこから1泊2日で、スキースノボー合宿をしたいと思います。はい、もうすでにですね、ここ今滋賀県なんですけど、すごい雪が積もってます。ほら、あれバランスがこんな感じなんですけど、すでにもうね、スキースノボーできるような感じなんですけども、はい、果たして長野に行ったらどんな感じなんでしょうか、見ていきたいと思います。それではどうぞ。はい、到着しました、大阪から車で6時間弱ですね。はい、滋賀ハイランドホテル、こちら長野にあります。見ての通り雪もすごくカラカラ、さっきの雪と全然質が違います。それではですね、これからの滋賀ハイランドホテルチェックインしていきたいと思います。それではどうぞ。つけよう。部屋はこんな感じです。和室で、本日は女子が2人の男子3人ということで、もうすでに布団が敷いてあります。テレビがめっちゃ小さいけど、まあ、金庫とかセーフティーボックスがありますね。はい、こちらには浴衣あって、まあ、最低限の、まあ、バスタオルが3つと歯ブラシっていう感じですね。ハンガーが無駄に多いです。こちらなんですが、あ、こちら鏡ですね。はい、大きいです。で、外の景色、あ、素晴らしいですね。すごい綺麗。はい、猿が出ます、猿が出ますってやって、ウェアをかける用のラックがあります。はい、以上でこんな感じのシンプルな作りでございます。それでは着替えていきたいと思います。はい、着替えました。はい、どうですか、僕プロみたいでしょ。ここに GoPro をつけてちょっと滑っていきたいと思います。ということで早速、はい、滋賀高原行きたいと思います。それではどうぞ。はい、これから滑ります。あのリフトに、リフト券を引き換えて、あのリフトにヒューンと上がって、シューンと降りていきたいと思います。見てください、この景色を。やばいっすね、めっちゃ綺麗で、雪もふわふわっすよ。初心者のね、ボーダーが2人いるんで、僕がインストラクターしたいと思います。格好つけてみよう。滑る自信あります。自信あります。オッケー。そしたらリフト乗っていきたいと思います。おお、はい。え、これベルトなしなし。え、危ない。やばい。めっちゃ危ないやん、これ。ちゃんと持っとけよ。あ、俺これ無理感高い。俺高所恐怖症じゃないと思うねんけど、こういうの怖いわ。いや、俺も高所恐怖症やから大丈夫。まあ万が一落ちても下ふかふかの雪やから大丈夫。行くで、行くで。いきなり赤行く勇気があったらどう。俺はちょっと練習したいから。だから、まあ要するに危なかったら、もう両足でかかとで力入れて、かかとに体重乗せたらブレ、自動的にブレーキかかるわ。これはやりすぎた。大丈夫、すぐ慣れるよ。まあちょっと難しかったかもな、このコース。よし、店長、本日はちゃんこ鍋でございます。男料理っぽく豪快にいくね。こっちは巾着から。素晴らしい、対照的やな。こっちはめっちゃ綺麗に入れてるけど、こっちはめっちゃ豪快に入れてるっていう。オッケー、こんな感じでいいんじゃない。オッケー。は
いや、次ます。次ます。次ます。いいですか、いいですか。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、恐れ入ります。じゃあ、お疲れ様です。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 ビールうまいな。さっき飲んだけど、風呂上がりに飲んだけど、ストロー。これですよ。生姜です。酔っ払ってますけど、大丈夫です。1月31日日曜日朝7時でございます。雪が降ってます。これ見えるんでしょうかね。皆さんに 見れるといいですね。ただいまより宇野最強王決定戦を始める。お願いします。じゃあじゃんけんしていきましょう。最初はグーじゃんけん。はい、じゃあ俺たとけんわって。宇野で緑で、ね、よし、僕優勝が近くなって緑。帰ろよ、何簡単に帰ろよ。ありがとうございます。吉井くんか。最強は吉井くんに決定。最後の最後で勝ててよかったな。さてもう一回やろう。はい、ホテル2階に行きました。UFO キャッチャーが1台あります。こちらが、ゲームコーナーとなります。チェックイン前とチェックイン後の荷物置き場っていうのがありまして、こちらが男性用の2階の214号室、女性が212号室になります。じゃあそれではですね、まあ、荷物置き場案内したいと思います。荷物の預かり所、男性用になります。貴重品とかは絶対置かないようにしましょうね。はい、自己管理かあるいはフロントに預けるようにしてください。じゃあ荷物置き場です。何もないですね。荷物置き場の、案内になります。はい、そしたらですね、これからゴンドラに乗って昨日とは違うコースを行きたいと思います。山の駅っていうのがあるので、こちらからゴンドラに乗ってご案内したいと思います。それではどうぞ。中にはお土産コーナーがありまして、リフトの運行状況が載ってます。はい、そしたらですね、これからゴンドラに乗りたいと思います。はい、こんな感じの、すごい感じ。どんどん乗っちゃってください。急いで。はい。ああ、過酷や。でもゴンドラってこんなんなんやな。もっとなんか、そう、グループで乗るでかいやつをイメージしてね。なんかスキー場ちっちゃいので、ちょこちょこ移動できるみたいな。ああ、そっかそっか。人がいっぱい集まるできるなって。そうか。真下に行くんや。なんかこうガシャ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 っていかよな。俺なんかめっちゃ怖いからこうやって掴んでるけど。ああ、怖い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 。いいとこ。大丈夫大丈夫大丈夫。お高いとこ苦手。これでも怖いわ。怖い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 。こう見たらめっちゃ速いねんよ。ほら。うざけるですよ。怖い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 。俺これ無理これ無理。低い標高のところにたどり着きました。こんな感じです。はい、ああ、びっくりした。ありがとうございます。足元滑りますのでお気をつけください。ちょっと嫌やけどな。落ちたら落ちたで。板傷立つだけ。やべ。ああ、早いな。いやでも昨日より気持ちいいな、これ。うん、気持ちいいですね。ああ、すごいな。早いな。いや昨日より結構長いんじゃん。だから中級コース。中級コース。でもここから落ちたら終わりやから。はいはいはい、やばいやばい。おー揺れる。いいな。結構遠くまで行けるんだな。うん。うー。
やばい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 、山頂付近を滑っております。スキングギア優秀ですね、こげへんから。スボードはね、結構こげるんですよ。まだ頑張っていきたいと思います。はい、すごいいいコース。やばいやばい、もう行くぜ。滑ったんで、本日はチーズカツカレーを食べたいと思います。いや、本当はカツカレーなんですけど、パルメザン無理やり突っ込んでチーズカツカレーにしてみました。いただきます。はい、お疲れ様でした。はい、スキー1泊2日行ってきまして、僕はボードだったんですけど、15年ぶりに滑ってきました。だいぶこけて、だいぶ混みました、大雪の中。はい、やっぱ雪いいですね、長野の方。はい、一応は昔オリンピックがあったっていうところですごく有名で、まあちょっと人は少ないんですけども、こんな感じなんで、ぜひ皆さんこの動画見られてですね、気になられたらぜひチャンネル登録と、あと興味がありましたら、あのこちら長野ですね、滋賀ハイランドホテルございますんで、ぜひ来てみてみてはいかがでしょうか。それでは See you!